4連休は各地でにぎわいました。静岡県内では、新型コロナの新たな感染者は今日も確認されず、これで2日連続となりましたが、引き続き対策を徹底してお過ごしください。さて、連休が明けるのと同時に、日本には台風が近づいてきます、はい、明日からは、県内でも大雨が予想され、警戒が必要です。 昨日正午に熱帯低気圧から変わった台風12号今日午後3時には中心気圧が975ヘクトパスカル中心付近の最大風速は30メートルとなっていてあさって県内に最も近づく見込みです過去には同じような条件で大きな被害をもたらしたケースがあります2013年の台風17号は 秋雨前線に湿った空気を流し込み、各地で大雨となりました。愛知県や岐阜県では、1時間に100ミリを超える猛烈な雨を観測しました。今回の台風12号も、2013年の台風17号と同じように、 秋雨前線を活発化させて、広い範囲に影響を及ぼす恐れがあり、警戒が必要です気象予報士の田中さんです。はい 台風12号ですがいつ頃から県内に影響を及ぼしそうですかはいもう明日から影響がありそうです、はい、現在台風12号は日本列島の南海上を北上していますこの台風は明後日木曜日の午後県内に直撃する恐れのある台風ですさらにこの台風の北側には現在秋雨前線があります、はい、ですので離れている明日も この秋雨前線の影響で雨足が強まる恐れがあります予想される雨の動きですこの後午後7時、はい、台風本体の雨雲は南に離れていますが秋雨前線による雨雲が次第に県内にかかってくる見込みですこの雨雲が次第に 県内に流れ込んで明日はところによってはバケツをひっくり返したような振り方をする恐れもありますさらにこの後がピークです木曜日から日付が変わって金曜日にかけて県内ではさらに台風本体の雨雲がかかってくる見込みです明日から雨が降り出し明後日にかけて降るということでトータルの雨の量が多くなる恐れがあります土砂災害には厳重な警戒が必要になりそうです